ああ、僕はまだここにいる。どこにも行ってないよ。日の光が新しく生まれ変わって、僕らはまた出会った。日の光が消えてしまう前に、どこかいい隅っこが見つかりますように。眠れないのか。もしあなたも悪夢に悩まされてるなら、僕たちには共通点が増えたってことかな。用がないなら一人にしておいてくれ。よう、太陽でさえ永遠に輝き続けることはできない。重力崩壊を起こし消滅して新たに生まれ変わる。一回また一回と暗黒が訪れた時、みんなが安らぎを得られるといい。シェカール姉さんの言葉はいつも僕を安心させてくれる。僕の言いたいことを全部言ってくれてるような気がするんだ。あなたが僕を成長させてくれた。ありがとう。なんだか心が温かい。僕に興味があるの？ごめん、きっとがっかりさせるよ。どうしてそんなに気にかけてくれるの？僕にはそんな価値なんてない。僕は消せない過去を背負ってるんだ。ありがとう、ナビゲーター。あなたはシェカール姉さんと同じだ。僕を安心させてくれる。ずっとこのままだといいのに。シェカール姉さんは？なんでもない、ただ聞いてみただけ。かつての僕には選択肢がなかった。でも今はもう手遅れかな。こいつらは常に急速な崩壊サイクルを繰り返してる。僕なんかよりもよっぽどエネルギッシュだよ。こいつらは僕そのものだ。固く閉ざされた外角に暗く冷たい芯を持っている。僕はここが好きになれない。元いた隅っこに戻ってもいいかな。まあ、あなたがどうしてもって言うなら別にいいけど。自己紹介ね。僕はナーノス。他に言うことはない。じゃあ僕を一人にしておいてもらっていいかな。もっと強くなりたい。このレベルアップは本当に意味があるの？シェカール姉さん、見てくれた？僕でも力になれるのか？感情が極限に達しようとしている。必ず解放して引力の中で崩壊せよ。重力に屈せよ。溶け、消えろ。僕は人付き合いが本当に苦手なんだ。感情の発散完了。もう痛みを感じなくなった。これでいい。白夜、極光、蛍光には僕を気にかけてくれる人がいる。でも僕は戦う。哀れみや同情はいらない。僕にはよくわからないけど、あえて言うなら、あの白い城はあんまり見たくないな。啓明の光のために。悪夢の産物と同様に奴らを消し去ることができれば、少しは償えたことになるだろうね。シェカール姉さんは蛍光で心理カウンセリングを担当している。いつも僕の心の問題を癒そうとしてくれてるんだ。友達とは言えないけど、ベニとクロは同じ軍団の大事な戦友なんだ。一人でいられる方がいい。
安心できる時間が僕は好きだ。悪夢とは僕のものでない過去、僕はそれが憎い。あいつは僕を不安にさせる。多分あいつが空を飛べるからだろうね。ああ、礼を言えばいいのか。僕のことなんて気にかけなくていいんだよ。ちょっと面白そうだね。あ、これは気持ちを落ち着かせるのにちょうどいい。僕の暗い性格があなたを困らせたのなら謝るよ。でも自分でもどうしようもないんだ。これは意識の奥深いところに根ざした病巣だから。悪夢、過去、どうして僕のものでないはずの記憶までが押し寄せてくるんだ。母の言っていたことは本当なのだろうか。